高松自動車道、高松自動車道、高松自動車道、高松エクスプレスウェイは、徳島県鳴門市から、香川県を経由して、愛媛県四国中央市へ至る高速道路、高速自動車国道である。略称は、高松道、高松道、高松エクスプレスウェイ。国土開発幹線自動車道の路線名は、四国横断自動車道で、その一部にあたる。道路線が、 神戸淡路鳴門自動車道、明石海峡大橋、大鳴門橋と直結したことで、京阪神方面への流れが大きく変わり、道路線を通過する京阪神方面高松の高速バスは屈指のドルバコ路線にまで成長している。高速道路ナンバリングによる路線番号は、徳島自動車道、鳴門ジャンクション徳島 JCT、事業中関東松山自動車道、川野江ジャンクション、 松山インターチェンジ間と共に E11 が割り振られている。4車線道路としては交通密度が比較的低く、昼夜の交通量の差も激しい。道路線は逆走が多い路線でもあり、特に境で IC では2011年から2013年までの3年間で全国最多である5件の逆走が確認されいるほか、2件以上の逆走が確認されたインターチェンジが、 津田東インターチェンジ、2件、大野原インターチェンジ、2件、豊浜サービスエリア、3件の3施設存在している。2017年11月21日に、一般有料道路である国道11号、高松東道路が高速自動車国道である、道路線、四国横断自動車道アナンシマント線に編入された。 津田東インターチェンジから北郡三木町と高松市の境界までの区間は、もともとは高速自動車国道 A 路線ではなく、国道11号高松東道路という一般国道のバイパス道路、高速自動車国道に並行する一般道自動車専用道路 A 路線として建設された。そのためあたり路線に返入される前は、高速自動車国道と一般有料道路の境界には、 ここから、高速道路、ここから、一般有料道路と記された標識が設置されていた。この区間の最高速度は4車線化後も、時速1 0 0トルにはならず、時速8 0トルに設定される。また、建設費に税金、国は2、3、香川県は1、3を充当する国土交通省の直轄事業と、日本道路公団、 現在の西日本高速道路株式会社が負担する有料道路事業が合併施行されているため、前後のもとから高速自動車国道であった部分とは連続しているにもかかわらず、開通時から個別再賛成が適用されており、前後の部分と比較して割高な料金体系になっている。高松市伊勢の区間については、1987年、 昭和62年及び1992年、平成4年の開通当初から4車線で共用されていたが、後に開通した高松市等の区間については、暫定2車線、対面通行による開通となった。そして、1998年、平成10年4月5日に、明石海峡大橋が開通したことによって、香川県東部から京阪神方面への交通が、 それまでの瀬戸大橋経由から、赤市海峡大橋経由に大きくシフトし、また2002年、平成14年7月21日に、ナルト IC 板のインターチェンジ間が開通したことにより、道路線が、神戸淡路ナルト自動車道に直接接続すると、香川県と京阪神を結ぶ高速バスも赤市、海峡大橋経由に、経路変更れるなど、道路線の高松シートは、 京阪神方面へのメインルートとしての性格を強めていった。ところが、高松市道の区間は暫定に車線共用であったため、対面通行が交通事故の原因となった重大事故、正面衝突が多発、また帰省ラッシュが発生するお盆や年末年始など、交通集中期には県境をまたぐ大阪トンネルを中心に激しい渋滞が発生し、 高速バスも定時制が確保できないなど、メインルートとしてその需要に応えきれない状態が続いた。また、4車線化の目安となる1日あたりの交通量1万台も前線で超えており、香川県など地元自治体は早期の4車線化を要望していた。そのような中、2009年、平成21年4月27日に開催された、 第4回国土開発幹線自動車道建設会議で、ナルト IC 幹機長と高松市の境界までの4、車線化が盛り込まれた。しかし、その直後の同年8月30日、第45回衆議院議員総選挙により、与党である自由民主党が敗れ、民主党へ政権交代したことにより、コンクリートから人へというマニフェストのスローガンに、読んどころする形で、建設費。 約680億円が見込まれる道路線の全線4車線化は凍結された。この時、香川県はすでに地方負担分を計上した補正予算を議決済みだった。その後、日本国政府による検証の結果、高速道路料金の割引財源を転用して4車線化を整備する方針が示され、関連法案が国会に提出されたものの結局廃案となり、 予算が確保できなくなった4車線化は、再び不透明な状態となった。そして2012年、平成24年4月6日、渋滞は、経済的損失が大きく、東日本大震災の教訓もあるという当時の前だ。たけし国土交通省の説明によって、ようやく凍結は解除され、思考と凍結で、二点三点し、政治に振り回された形となった。 道路線の4車線化はようやく決定された。凍結解除時点で4車線化事業を行う前線の用地取得はすべて完了しており、総事業費650億円で前線4車線化の工事を進め、暫定に車線区間の解消に努め、2019年3月8日に前線4車線化された。四車線化に伴い、国道十一号高松東道路の自動車、 専用道路区間となっていた津田東インターチェンジ、三木町と高松市の境界間について、高松自動車道と位置づけることとされたため、前日の通り、2017年11月21日に編入された。なお、旧高松東道路区間も、標識では、高松自動車道と案内されていた。売店は、津田の松原サービスエリア、豊浜サービスエリア、 府中湖、パーキングエリアに設置されている。24時間営業を行っているのは、豊浜サービスエリアのみである。ガソリンスタンド、レストランは、津田の松原サービスエリアと豊浜サービスエリアに設置されており、豊浜サービスエリアのガソリンスタンドを除いて24時間営業はしていない。なお、豊浜サービスエリア以外に、四国の高速道路には24時間営業の ガソリンスタンドは一切ない。旧高松東道路区間と元から高速自動車国道であった区間を連続して走行する場合、旧高松東道路区間の 15.6km を除いた距離で高速自動車国道区間の料金を算定し、これに旧高松東道路の通行料金を加算する。旧高松東道路を全線利用した場合の 通行料金は以下の通り。津田東インターチェンジ異性から流入し、高松中央 IC 異性で流出、もしくはこの逆した場合の旧高松東道路の通行料金は、佐抜木インターチェンジまでの料金に以下の額を加算する。24時間交通量、大道路交通センサス。交通量は全体的に成功到底となっているが、山となるのは 瀬戸大橋に接続している坂入ジャンクションである。四国地方における高速道路では最大の混雑路線であり、高松西インターチェンジ坂入ジャンクション間の交通量27,226台は四国地方の高速道路で最多である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。